こんにちは、松です。で、今日は機材部屋なんですが、今回に関しては三脚の上の雲台をクイックに交換するシステムについて紹介というところで、レオフォトの QS60 というものと、そしてファルカムの F50 というものについて紹介していこうと思います。僕は普段三脚に関する内容を中心にこのチャンネルではやっているんですが、今回に関しては三脚の上の雲台をクイックに交換していくためのシステムについてちょっと紹介してみようかなと思います。非常にマニアックな内容なんですが、以前からちょっとね気になってたものがあって、それがまたまたま機会があって、まあ、購入するに至ったので、それをちょっと試してみようと思います。結構雲台っていうのは自由雲台があったり、まあ、そのサイズがそれぞれあったり、あとはこういったビデオ雲台を使いたいなっていう時があったり、いろんなタイミングがあったりするんですよね。で、その時にいちいち交換するのは非常にめんどくさいんで、それをちょっとクイックに交換していくためのシステムっていうところで、まあ、こういったものを紹介してみようかなと思います。今三脚と雲台をいくつかずつ持っている方に関しては結構有効なシステムになるんじゃないかなと思うので、そこについて見ていってください。はい、でやっていきましょう。今回に関しては2つですね。三脚において非常に有名なメーカーであるレオフォトっていうメーカーから出てるこの QS60 っていうもの、そしてまあこれもまた有名ですよね、ファルカムっていうメーカーから出てるこの F50 っていうものがあってね、それについて今日は見ていきます。ファルカムに関しては F38 っていう結構こういうカメラのね下の方につけるようなプレートっていうのがまあ割とメジャーだったと思うんですが、それの雲台版みたいな感じでちょっとこう大型なものがあります。レオフォトのものの方が通常の三脚なんかに使いやすいシステムになってるかなと思うので、それを見ていきましょう。まず見た目としてはですね、このような感じですね。 QS60 っていうもので、まあ、非常に薄い、これはね各サイズでいろいろあると思うんですが、これ今回僕は 60mm っていう直径かな、それのタイプを選びました。 QS60 ですね。で、それの部分っていうのはパーツが2個に分かれていて、今すでにこの雲台に取り付けているんですが、三脚側につけるパーツ、そして雲台側に取り付けるパーツというところで、こういう感じで2つあります。で、この三脚の方に関しては通常の8分の3インチネジで締め込んで、その横の3点のところを小さい芋ネジっていうのがあるので、それを締め込むことによってこれが不意に回ってしまわないようにしっかり固定するっていうものになります。で、こちらの方に関してはその逆ですね。3分の8インチネジで締めて、逆にこの芋ネジを締め込むことで、まあ、三脚側に固定するというものになってます。で、こちらの方にもうすでに別パーツというか同じものをもう1個持ってるので、それをね取り付けています。今回はインノーレルの GT324C っていう風景用の三脚みたいな感じで、結構しっかりした三脚の方にもうすでにこっちつけていて、こちらのインノーレルの G44 っていう雲台の方にも裏にねこのパーツをつけてるっていう感じになります。なので装着の方法としては、ここのところの部分を一回緩めて、こんな感じで金属のパーツが見えるようにした後、ここのねこのへこみを合わせてパチンとする。で、そしてここのところでロックをかける。これで外れなくなるんで、こんな感じでちょっと雲台に実際につけてみると、こんな感じですね。もう本当に2秒ぐらいあれば雲台が取り付けれるという感じ。簡単にロックをしていくことができるという感じになってます。で、さらにまあこの芋ネジの影響によって、ぐっとね、パンのロックがかかっているので、ねじれて雲台が外れてしまうっていうのも少ないし、そういったところでね、このシステムっていうのは非常に有効かなと思います。僕自身がこれを購入した理由っていうのはなぜかというと、今 YouTube でね、動画を常に僕撮ってるんですが、その YouTube で撮ってる場所から、また雲台を変えて、ここ写真を撮るときにも使うんですよね。物撮りで Twitter にアップするときなんかにそういうのを使うんですが、それに通常はビデオ雲台でやっぱり動画を撮るときはやった方が結構微調整が簡単なのでいいんだけれども、そこから写真撮影用にこの雲台を切り替えるっていうときに重宝するんですよね。実際にやってみると、まず通常の動画撮影用にこのような感じでレベリングベース付きのビデオ雲台っていうのを使っているんですね。それによって水平出しが非常に簡単で、パン、チルトの移動っていうのが結構簡単にできると。で、そこから、じゃあ写真を撮るってなったら、ここを回して外して、で、この自由雲台を乗っけて閉めると。もうこんだけでできるので、これね、非常に便利ですね。なので、こんな感じで使うことができるのは、まあ、結構雲台を切り替えて撮影をしたいなっていう人には、すごく便利なシステムになるかなと思います。で、もう一つね、使い方があって、これが多分レオフォトがもともとこの製品を作った意図になるんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとそれを見てみましょう。
その方法っていうのはこういうもんですね。例えばね、こういうセンターポールのないタイプの GT324C とか GT323C とか、そういう三脚っていうのをレオホト作ってると思うんですが、そういった運台っていうのはここに付け足し式のセンターポールがついてるんですね。ただ実際にこれじゃあ撮影現場でこれ付け替えるのどうかっていうとめちゃくちゃ面倒いと思うんですよね。例えばここの部分に、まあ、このセンターポールを付けて、まあ、運台をつけて、で外すときにはここもセンターポールも外して運台も外して、さらにまあここを付け替えてっていう感じで、まあ多少ねめんどくさかったり時間がこうロスが起きるんじゃないかなと思います。そんなときにこれがあるといいですね。ちょっと実際につけてみましょうか。例えばこの運台の方にこのね三脚向きのパーツをとりあえずまずつけておくと、そしてこの三脚のセンターポールの方の先端にこっちのQS60 をつけると、でさらにこの根元の部分にこのパーツをつけて、でこのねセンターポールのないここの部分の三脚座にもこの QS60 を締め込むと、そういう風にすると例えばねここの部分の三脚をそのままつけちゃうよっていう風にしてセンターポールなしで安定感よく使っていく場面、その後ちょっと高さ出したいなってなったらここ外してここにセンターポールをつけて、でその後ここのとこに運台をつけてってすればかなりね素早くセンターポールのありなしを付け替えることができるんですね。なので高さの調整っていうのが非常にしやすいと。まあもともとここセンターポールがあるやつを買えばいいかなっていうふうに僕は思ったりもするんだけど、まあこういうふうな使い方っていうのがまあできたりもするんで、まあこの調整、高さ調整とか運台の変更っていうのが割とね簡単にできるのが、まあこの運台変更システムのメリットになるかなと思います。なのでこの QS60、 まあ他のサイズ感に関してもこういう感じで使っていただけるのが、まあ、メリットになるかなと思います。ではちょっと続いてねこのファルカムの F50 についても紹介してみましょう。ファルカムの F50 に関してはサイズ感がね結構大きいですね。このような感じで F38 の、まあ、1.5 倍から2倍ぐらいのねなんか面積でいうとだいぶでかい感じのプレートがつきます。僕もねさっき届いてちょっとびっくりしたんですが、これはどっちかっていうとね CM の感じなんかを見ていると、まあ、ビデオ運台とかそういったところで使いやすいようなものになってるのかなと思います。わかりやすいようにこの低いハイハットっていうような三脚で見てみましょう。こういう運台っていうのはここに 75mm ハーフボールっていうものでこうねじつけてあるんですが、それを外すのって結構こうネジを外してね結構大変だったりするし、このビデオヘッドっていうのを変えていくのって結構まあ手間があったりするんですね。ただここの間に F50 を挟むことによって、まあ、かなりね簡単に切り替えることができるんじゃないかなと思います。まずねここのとこにハーフボールっていうのが今締め込んである状態なんですが、ここのとこにこのね F50 っていうものをねじ込んでいきましょう。はい、こんな感じでねハイハットの方には F50 がセッティングされました。そして今度は運台側にも同じようにつけていきます。まあこんな感じでね8分の3インチネジ、4分の1インチネジといろいろねネジが切ってあります。その中から僕は8分の3インチネジを選んでつけていこうと思います。うん、ちょうどね 75mm ハーフボールのサイズ感とだいぶね近い感じですね。ここのところがジャストでフィットするようなサイズ感で仕上がってます。でここ締めた後やっぱこれだけだとねネジが緩んでしまう可能性があるんで、ここに芋ネジがついてますね。ちゃんとこの芋ネジを付属のレンチでこんな感じで締め込んでやることによって、この F50 のプレート自体も回転防止機構がちゃんとね発動するという感じになりますので、まあ、この辺はね良さそうですね。でこれをこんな感じパチンとねしてやるともうこれだけでね止まるんですよ。ここのところがもうしっかりされる。でここをロックを緩めると外れる。で外れるとこんな感じでバーが出てくるんで、今度また同じようにパチンとやるとこれで止まると。で微調整するときはここの緩めることで調整ができて、でさらにここのとこストッパーがついてるんで不意に落ちてしまうとかっていうこともないという感じになってますね。なのでねこれはこれでねこの運台の固定においては非常に画期的だなと思いますね。結構この広告なんかを見てるとここの例えば 75mm ハーフボールの上で使ってたビデオ三脚なんかで使ってたっていうところからここで切り替えてスライダーの上にセッティングしたりとかね、いろんな用途に使い分ける人においてはこういったものがあると非常に早いよっていう感じで使われてたので、まあこれねいいですね。
もちろんこれ交換しない人においては、まあ、そこまでのメリットっていうのはないかなとは思うんで、僕が正直今後使いこなせるかっていうと微妙な感じはするんですが、まあ、とにかくこの運台が簡単に切り替えれるっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思います。なかなか良さそうですね。はい、ということで今回に関してはファルカムの F50 というものと、そしてレオフォトの QS60 というものについて紹介しました。結構いろいろ運台とか三脚を使い分けながらされている方には画期的なソリューションになるんじゃないかなと思うので、もしよかったらチェックしてみてください。はい、ということで今回に関してはこれで終わります。またこれからもこのチャンネルでは三脚なんかを中心にレビューしていこうかなと思いますので、今日の動画が良かった役に立ったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日これで終わります。よき信頼をお送りください。松でした。